サイン・ビタス、本名、ビタリー・ブラダソビッチ・グラチョーフは、ロシアで活躍する歌手、作詞家、作曲家、俳優、ファッションデザイナー。彼の音楽はとてもユニークで、奇妙なテクノから、クラシック・オペラなど、あらゆるスタイルの音楽を作曲している。彼は、ロシアのテレビにもたびたび現れ、将来世界中で才能が認められることが、期待されている。日本、韓国、 香港の音楽界で契約を結ぶことを計画中。2008年現在、台湾、中国、アメリカでアルバムのリリースを果たしている。2005年末、ビタスのミュージックビデオオペラ2がインターネット上にアップされ、世界的に注目される存在となった。ビタスは1981年2月19日にラトビアで生まれた。最初に、 ロシアのメディアに現れたのは2000年12月オペラ2の舞台だった。ビタスのソプラニスタはロシア国民を驚かせた。2002年3月29日ビタスはクレムリン宮殿の舞台で満席の中ソロコンサートを行った。これはクレムリン宮殿で上演したアーティストの最年少記録である。In Memory of c a r o s の作曲家ルーチョダルだから この有名な歌をコンサートサン・リモインモスクワで一緒に演じるよう招待された。ビタスの神秘的な声は観客とルーチョ・ダルッタを圧倒し、ダルッタはビタスにローマでモダンオペラ・トスカの演出を依頼した。2003年11月、ロシアのコンサートホールでビタスの2度目のソロコンサートザ・ソングズ・オブ・マイ・マザーが行われた。2つのアルバムザ・ソングズ・オブ・マイ・マザーと ママがこのコンサートのために発売された。アルバムザ・ソングズ・オブ・マイ・マザーの中の歌は、ロシアのポップ音楽の金星となる。アルバムママはすべて新曲で構成されていた。2003年3月以降、ビタスは、ロシア、オーストラリア、アメリカ、カナダ、イスラエル、ドイツ、カザフスタン、リトアニア、ラトビア、エストニア、グルジア、タジキスタン、 ウクライナとベラルーシで264回ものソロコンサートを開いた。アルバムエイキスアズ・ロングアズエターニティが2004年10月8日に発売されるとロシアで半年もしないうちに20万枚が売れるという快挙を成し遂げた。これまでにビタスの CD が売れた数は100万枚を突破した。2005年8月、ビタスのプロデューサープドーフキン、セルゲイ・ニコレビッチは 台湾のレコード会社アバントガーデンレコードから、ビタスのアルバムを2005年6月に発売する計画を立てた。2004年から2005年、ビタスはロシアで一番人気の高いツアーアーティストになった。ザ・ソングズ・オブ・マイ・マザーは、ベストミュージカルイベントと評価された。2004年から2006年の間、プドフキンプロダクション本部は、ザ・ソングズ・オブ・マイ・マザー母の歌コンサートを、ロシア、 アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツ、カザフスタン、イスラエルとバルト諸国で開くことにした。2004年の1年間で、ビタスは250ものコンサートを開いた。2006年6月、ビタスは CCTV 中央電子台から中国におけるロシア年の大イベントに招聘された。ビタスは、スター性とオペラにオペラにの2曲を捧げた。 ビタスのプレミアリターンホーム故郷に帰るは2007年3月に、クレムリン宮殿で行われ、20曲以上の新曲が、歌われた。クレーン、エスクライング、ツルの泣き声、ショアーズ・オブ・ロシア・ロシアの海岸、アイ・アスク・オール・セインツすべての天使に願う、ザ・リトル・プリンス・小さな王子様、アイ・リピート・ユア・ネーム・あなたの名前を繰り返すなどの、たくさんの新曲は、インターネット上で、 ファンからの人気が非常に高い。これらの曲はプレミアで演奏される新曲のごく一部である。2007年10月米国のレコード会社、ジェミニサンレコードと契約を結んだ。2008年1月29日にジェミニサンレコードよりアルバムビトスが発売され、全部へリリースを果たした。2006年頃から動画サイトにアップされたデディケーションなどの動画によって、 超高音歌手として話題となり始める。2008年1月9日、ザベストハウス123新春。大プレゼン祭り内でイケメン高音歌手の第二位として紹介され、初めて日本の TV でその姿が流れた。なお、番組内で紹介された映像も、常日のデディケーションであった。2009年2月26日、秘密の嵐ちゃん。にて、 5オクターブ半の音域を持つ奇跡の歌手として再度取り上げられた。2009年11月8日、NHK 武士 2009NHK ハイフィギュアでペア部門優勝の法制トーケンペアによるビタスのクレーン、エスクライングを使用したエキシビジョン演技が放送された。2010年6月28日、NHKFM ワールドミュージックタイムにて午前0時1時よび 7月5日午前10時11時の2回、ビタスの曲、クレーン、エスクライングが放送された。これまで日本でビタスの CD を入手するのは困難であったが、2008年1月29日に、ジェミニさんレコーズからリリースされたアルバム、ビタスは、アマゾンをはじめ日本の大手 CD 販売店などでも容易に購入できるようになった。ビタスの異常なほど高い音声には、 手が加えられており、ライブの際には事前に音程を変えた録音テープを流して、口パクをしているのではないかと疑う者もいる。一時こうした推測が、ロシアのメディアを賑わせたが、本人とプロデューサーはこの噂を否定した。証拠として、彼は、ライブの時にマイクを左右に動かし、口パクではないことを示してみせた。しかし、皮肉にもびたすが、 ミステリー連続ドラマに出演して異常なほど音程の高い歌を歌うポップシンガーを演じた際には最終回で彼の役柄の声は女性の声を追加録音したものだったことが明らかになった。2002年3月29日、クレムリンヤ宮ンで行われたソロコンサートは最高の結果を見せた。2002年9月29日、彼は服のデザインウータムドリームスもクレムリン。 大宮殿のステージで発表した。ありがとうございます。